初めに相互の例を行いたいと思いますので、全員のご記述をお願いします。相互に例。続きまして、町民検証の昭和をお願いします。最初に全文を読み上げますので、その後一つといったらご昭和をお願いします。私たちは爽やかな太田川の流れと、山の緑に囲まれた文化の香り高い 三木の里の町民であることに誇りを持ち、活力と希望に満ちた町を目指してこの検証を定めます。一つ、郷土を愛し、恵まれた自然を大切にします。一つ、仕事に誇りを持ち、元気に働きます。一つ、明るい家庭をつくり、健全な政治を。一つ、互いに助け合い、心の触れ合う町をつくります。一つ、周りを守り。 安全で気をつります。ありがとうございました。ご著ご著ください。出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和六年九月森町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。 発言するとき、発言が終了したときに、マイクボタンを押すようにお願いします。ここでお諮りします。森町議会会議規則第51条に、会議において発言しようとする者は、起立して議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならないとあります。本定例会は、感染症対策を継続するため、着座のまま挙手をして議長と呼び、 事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。従って発言するときは着座のまま挙手をして議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしました。それでは日程に入ります。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は森町議会会議規則。 第百二十七条の規定によって、三番佐藤昭き君。および四番平川勇君を指名します。日程第二。会期の決定を議題とします。お分かりします。本定例会の会期は本日から九月二十四日までの。二十二日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。 したがって会期は本日から9月24日までの22日間に決定しました。日程第3報告事項を議題とします。議員派遣、専決処分については議長において専決処分しましたので報告します。また、関西委員から例月出頭検査の結果について、町長から 令和5年度財政健全化判断比率と報告について、第32期株式会社アクティ森計算書類及び第33期事業目標について、以上3件の報告が来ております。サイドブックスに掲載のとおりでございます。ご了承お願います。日程第4 議案第六十号。森町。固定資産評価。審査委員会委員の。選任についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。<上>議会事務局長。朗読します。議案第六十号。森町固定資産評価委員会委員の選任について。下記のものを。 森町固定資産評価委員会委員に選任したいから地方税法昭和25年法律第226号閉じる第423条第3項の規定により議会の同意を求める期氏名富田昭治令和6年9月3日提出 森町長太田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上程されました議案第六十号森町固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由の説明を申し上げます森町固定資産評価審査委員会の職務は 固定資産台帳に登録された価格に関する不服について、納税者から審査の申し出があった場合に、委員3人で合議体を構成し、町長とは独立した中立的な立場から審査及び決定することであります。本案は平成27年6月から9年3ヶ月にわたり、 森町固定資産評価審査委員会委員としてご活躍されました安西勲氏が本年9月16日の任期満了をもって退任の意向を示されましたので後任に富田昌司氏を選任したく地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意をお願いするものであります。 富田氏は長年にわたり森町役場に勤務され、経験と知識が豊富な方で、誠実かつ真面目な人柄であり、地方税法に定める委員の検職禁止事項及び欠格事項に抵触いたしませんので、委員として適任であると考えます。なお、任期は令和6年9月17日から令和9年 9月16日までの3年間となります以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議をお願い申し上げますこれから質疑を行います質疑はありませんかよろしいですか質疑なしと認めます お別れします本案は討論を省略し直ちに採決したいと思いますご異議ありませんか異議なしと認めますこれから議案第60号を採決します本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います起立全員ですしたがって議案第60号は同意することに決定しました 日程第5議案第61号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします職員に議案を朗読させます議会事務局長朗読します議案第61号人権擁護委員候補者の推薦について人権,人権擁護委員法 第六条第三項の規定に基づき。下記のものを人権擁護委員の候補者として推薦したいので。議会の意見を求める。き。氏名。平尾康彦。令和六年九月三日提出。森町長太田康夫。以上です。本案について提案理由の説明を求めます。町長太田康夫君。 ただいま上提されました議案第61号人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の説明を申し上げます人権擁護委員は人権擁護委員法において国民に保障されている基本的人権を擁護し自由人権思想の普及効用を図るため全国に人権擁護委員を置くとされております 本案は現在人権擁護員としてご活躍されている佐藤昭隆氏が令和6年12月31日をもって任期満了となり退任することとなったため後任として新たに平尾康彦氏を人権擁護員候補者に推薦いたしたく人権擁護員法第6条第3項の規定に基づき 議会の同意を議会の意見を求めるものであります今回提案いたしました平尾康彦氏は長く教育関係に勤務され定年退職後は1年間指導主事として森町教育委員会にも勤務されております明朗誠実な人柄で地域の方々からの信頼も厚くまた地域の事情に精通するとともに 人権擁護に関する見識も高く委員の候補者として適任であると存じますので推薦するものであります。なお任期は令和7年1月1日から令和9年12月31日までの3年間となります。以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議をお願い申し上げますこれから質疑を行います。 質疑はありませんか質疑なしと認めます。お別れりします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。これから議案第61号を採決します。本案は原案のとおり推薦に同意することに賛成の方は期日願います。 規律全員です。従って、議案第61号は同意することに決定しました。日程第6、議案第62号、森町教育委員会教育長の任命についてを議題とします。本案については、野口和秀君の一身上に関する 事件であると認められますので同君の退場を求めます職員に議案を朗読させます 議会事務局長朗読します。議案第六十二号森町教育委員会教育長の任命について下記のものを森町教育委員会の教育長に任命したいから地方教育行政の組織および運営に関する法律第四条第一項の規定により議会の同意を求める「記」「氏名」 野口和秀。令和六年九月三日提出。森町長大手康夫、以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま上程されました、議案第六十二号。森町教育委員会、教育長の任命について。提案理由の説明を申し上げます。 本案は現在森町教育委員会教育長であります野口和秀氏が令和6年9月30日をもって任期満了となりますので、同氏を引き続き森町教育委員会教育長として任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意をお願いするものであります。 野口氏は令和5年4月1日から教育長として就任以来1年6ヶ月と勤められ長年の教職員としての実践に裏付けられた豊かな見識と確固たる教育理念に基づき子ども一人一人のニーズに応じた教育の充実や発達支援を必要とする子どもたちへの支援体制の強化を図るなど 本町の教育行政の充実・発展にご尽力をいただいております。今後も引き続き、教育長として、より良い学校づくりに取り組んでいただけるものと期待しております。以上のことから、野口氏は森町教育委員会教育長として適任であり、今後も森町の教育行政にご尽力をいただきたい方でございますので、再任をお願いすべく提案するものであります。 なお、新たな任期は令和六年十月一日から令和九年九月三十日までの三年間となります。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。お別かりします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。これから議案第62号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の方は、起立願います。起立全員です。 したがって、議案第62号は同意することに決定しました。野口克秀君の入場を許します。 ただいま同意された教育長野口和秀君が議場におられます。教育長野口和秀君発言があれば発言を許します。教育長野口教育長です。議会の皆様の同意を得まして引き続き教育長を務めさせていただきます野口和秀でございます。 森町教育大綱に掲げられました教育の基本理念、明日の森町を築く心豊かな人づくりの具現化に向けまして、学校教育課、社会教育課、それぞれの政策を一層充実させていく所存でございます。どうぞよろししくお願いいたしますす以上です日程第第議案第63号 森町教育委員会委員の任命についてを議題とします職員に議案を朗読させます<上>議会事務局長朗読します議案第六十三号森町教育委員会委員の任命について下記のものを森町教育委員会委員に任命したいから 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求める、氏名、村松翔吾令和6年9月3日提出、森町長大田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます。町長大田康夫君 ただいま上程されました議案第63号森町教育委員会委員の任命について提案理由の説明を申し上げます。本案は現教育委員の村松祥吾氏が令和6年9月30日をもって任期満了となることに伴い引き続き同志を森町教育委員会委員として任命したく地方教育行政地方教育行政の 組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき議会の同意をお願いするものであります村松氏は令和4年4月1日から教育委員に就任され以来2年6ヶ月お務めいただき森町の教育の振興にご尽力いただきました長年の教職員としての経験に加え 豊かな見識と公平な判断力を持っておられる方で森町の教育について真摯に考え町民の視点からも貴重なご意見ご助言をいただきました今後も町の教育振興に貢献していただけるものと確信しておりますので再任をお願いすべく提案するものでありますなお新たな任期は令和六年十月一日から 令和10年9月30日までの4年間となります以上、提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議をお願い申し上げますこれから質疑を行います質疑はありませんか7番,7番、加藤久彦君、はい、7番、加藤でございます 確認のためですけれども、これに対して反対するものではございませんが、今までのこの人事案件の記載の仕方を見てまして、統一性がないと思って、ちょっと確認をさせていただきます。最終学歴歴歴が載っってていいいるる方方それから経歴書いきなり経歴書で職歴に入っている方 あそこら辺分けて書か,書かれている方と書かれてない方がいらっしゃいましたがあその辺は何かあの意味があってやられているかあ確認のためお願いしたいと思います。 総務,課長総務課長です。加藤議員、おっしゃるとおり、人事案件について、経歴書の書き方について、少しずつ差異があるということでございます。こちらについては、今後、経歴書の書き方について、統一をしていきたいと。

本案はこれに同意することに賛成の方は期立願います。期立全員です。従って、議案第63号は同意することに決定しました。日程第8、議案第64号、森町長等の給料の特例に関する条例についてを議題とします。 職員に議案第64号、森町長等の給料の特例に関する条例について、森町長等の給料の特例に関する条例を、別紙のとおり制定したいから、 地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める令和6年9月3日提出森町長太田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上呈されました議案第64号 森町長等の給料の特例に関する条例について、提案理由の説明を申し上げます。本案は、過日発生した事業の未執行事案に対し、重大な案件であることから、町長及び副町長の責任を明確にするため、町長及び副町長の給料を1ヶ月間100分の10減額するものであります。なお、 町長の給料においては、特例で100分の10を減額しており、今回、そこからさらに100分の10を減額するものでございます。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 よろしいですか11番、西田明君この案件についての,その、まあ、未執行ということで、かなり町民も関心がある事案となってしまいました。その調査というものがどのようにされたのか、まあ、関連しておりますので、 答えていただけると思いますがどのような調査がされたのでしょうか。 総務課長総務課長です西田議員の質問にお答えをさせていただきますこちらの調査につきましては客観的な事実から全員協議会を6月の24日 に開催をしていただきそ産業化の方から報告をさせていただいておりますでその後 <laughs> 書類を今一度精査をしましてどのようになっているか調査をし それぞれ関係した職員に、7月に聞き取り調査を実施をしてございます。以上です。11番、西田明君。今の答弁で、町民納得すると思います 総務課長、総務課長です。西田議員の再質問にお答えをさせていただきます。今の私の答弁は西田議員の質問に対してお答えをさせていただいたものであります。それ以上でもそれ以下でもございません。以上です。よろしいですか。 何質疑はありませんか2番、清水健一君はいあの今、西田議員の方からありましたけど、まあ、関連というか、多分これも関連しとる質問になると思うので、質問させていただきますけれども、あののあの全委員協議会の中では、えーと、本当の原因というのは、まだ聞き取りがされてなかったので、えー、本当の原因は、 ちょっとままだんんででせんという話ですただまあ流出するための流出原因はつかんだので流出はしないようにこのようにやりましたという説明を受けました。えー、と発生の方でですね、えーとまあ、聞き取りが終わって真の原因をつかまれたというふうに思うのですけども、えー、それがその7月末の聞き取りの実施ということで,で、まあ、その真の原因というのが何だということは。 僕らは分かるようになるんでしょうか総務課長総務課長です清水議員の質問にお答えをさせていただきます6月議会の補正予算の際にまあ当事者について えーまあ、精神的な状態があるからというようなお話もさせていただいた中で、えー、議員の方からも、おまあ、聞き取りを実施する上では、そちらに配慮しながら実施してくださいというような話もございました、でえー、と聞き取りをする上では、産業医の医師、産業医に受診をし、診断をしていただいた結果、あ聞き取りをすると。 いうことについて、えー、聞き取り調査に影響することはない、問題ない心身の状況であるという回答を得て、えーえーまあ、担当者に聞き取りをしました、それ以外のお関係、えー、職員についても、えー、7名の方の聞き取りをしました、合わせて8名の聞き取りを実施をさせていただいて、えー、ございます。 えまあ大きく分けまして、未執行、未契約の事業が発生をしたということと、あと、不適切な支払いをが発生をしたということで、大きく分けて2つに分かれるかと思います。で、その原因につきましては。えー で原因につきましては、未執行、未契約の事業の発生に関しまして、仕組みですね、産業化において進捗,を管理仕組み進捗を管理する仕組みが存在しなかった。 2点目として、管理職による進捗管理のチェック、対応、指導が不足していた、それから、まあ、担当については、県農林事務所や町の専門職の災害復旧応援スタッフのサポートを受けるも、農業土木に精通していない担当職員で任意が重かった可能性がある。 それから業務量と人員配置ということで、業務量に対する人員が不足していた可能性があるというような原因が、まあ、4点ほどの原因が考えられると。それから不適切な支払いについてでございますけれども、えー、まあ運用が各課の業務の執行に配慮したものになっており、会計規則から逸脱した運用になっていた部分があった。 それから2点目として、財務会計システム、公会計システムですけど、支出負担行為、決議書のシステム上の決済処理が存在していなかった、それから3つ目として、監査されない通帳の存在、監査されない通帳が存在していたということで、不適切な支払いの発生に関しては、その3点が発生原因ではないかと。 いうことで考えております以上です二番清水健一君はい、えー、ありがとうございましたまああの聞き取りの中で多くの問題が出てきたなということ今までそれが放置されてきたんだなということが明確になったのではないかなというふうに思いますあの まあご本人があのその不適切な支払いだとか未執行のやつをということなんでそれに対するあの聞き取りがしっかりできてそれに対する処分はされてますけどもどこの中で例えばあの本人の任が重かった業務量が多かった人員が不足していたということはなかなか本人がまあ例えば SOS を出していたかもしれませんがあのそれに対する 何か処置が、えー、聞こえないと、えー、私たちとしては例えば人を変えても今度はあの今までの人よりも2倍あのよく動けるような人が来たとしてもまた同じようなことにならないか要するにこんだけ、えー、災害がですねあの本当に今までは1年に1回と言っとったのが下手したら1年に2回とか3回とか来るようなことも懸念されてますよね。そういううい中で考えた時に、ま、たにま同じような事案が この今の、えー、と再発防止策でですね、えー、絶対出ないというふうにあのしっかりと約束ができるのなら、まあ、あれですけどもあの私が考えるに今聞いた中では例えばそういう「人が重い」とかっていうのに対する、えー、対策例えば SOS が出た時に応援体制がどうするんだっていうのも含めてですね、まあ、そういうのが あのまもし作ってあるのであれば少しお気づかでまあのえっ、ー、とあの差し支えない程度にですねあの聞かせていただければというふうに思います。総務課長。総務課長です。清水議員の再質問にお答えをさせていただきます。えー まあえー、今まで、えー、年間事業の計画表であるとか、年間事業の執行管理表であるとかというようなことについては、各課の対応で課ごとに、まあ、様式も違い、えー、別々に運用をしていた部分がありますけれども、えー、こ <laughs> 事案が発生しまして、 町統一の年間事業計画表、年間事業執行管理シートを導入をしまして、8月。 からそのシートに記入をし、それぞれ管理職、それぞれの課の管理職が事業の進捗の把握をできるように進めております。それから、業務量であるとか、人員配置であるとかというものに関しまして、災害の応援スタッフと、 ということで配置をし、えー、まあ産業化については人産業家のえまあ農政係については人員増もし令和5年スタートをしていたところではえございますけどもこういう形で発生をしたということを鑑み今後はえ災害まあ このような大規模の災害の時には災害発生と非常時の人員配置体制を整備をし現状の配備体制が通常プラスアルファの人員配置の災害対応だということを 考えると、通常プラスアルファの人員配置では、今後、同様な災害発生時には対応が難しいということを考えておりますので、今後は災害発生時に非常時用の人員配置体制、人員、そちらを整備をしていきたいと、そういうことで、ここについては今、考え、検討を進めているということでございます以上です。 2番清水健一君。はい、ありがとうございます。まあそのえっ、ー、と辞任の、えー、配備のものはこれ今検討中ということで、えー、伺いましたけれども、はいあのー、早急に設定していただいてあのー、まあこういうことが二度と発生しないようにまあ守町になっていただきたいというふうに思います。以上です。他に質疑はありませんか。 4番平平川勲君、はい、平川君ですあの今、ただいまね、総務課長の方から原因、対策についてのご説明がありましたので、よく理解しました。ただ、私は6月の議会の時にもです、ね、こういったその問題があった時、えー、行政のトップである町長、副町長の責任追及のことを質問させていただいたんですが、えー、今読みますと、100分の11か月という処分なんですが、これが、 妥当なんでしょうかちょっとこれが非常に疑問に感じるんですがお答え願います町長長太田康夫君、はいえー、平川議員のご質問にお答えをさせていただきます、えー、今回条例案を提案をさせていただいている長長及び副長長のお100分の10減給、えー、1ヶ月が妥当かどうかと いうご質問でございますけれども私また副町長はこれが妥当な案であると考え,て考えた上で提案をさせていただいております。地方自治法によれば普通地方公共団体の執行機関は事務を誠実に管理しおよび執行する義務を負うとされています。 そして普通地方公共団体の長は当該,地方当該普通地方公共団体を統括しこれを代表するまた当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行するとされておりさらには、えー、普,通普通地方公共団体の長はその権限に属する事務の一部を その補助機関である職員に委任しまたはこれを臨時に代理させることができるまたその補助機関である職員を市議監督すると定められておりますこういったことが地方自治法に定められておりまた実務的には町長が全ての事務を 管理し執行するということは困難でありますので補助機関である職員にその事務を委任をし執行させているということでございますですので今回の事案についても当該職員の処分に合わせてその当該職員を管理監督すべき職にある管理職にも処分を 課しておりますけれどもその上で町長も管理監督責任職員に対する管理監督責任に対して責任を取る必要があると考えましたのでこの減給100分の1一1か月という条例案を提案をさせていただいているところです。 4番、平川勇君。えーあのまあ、私、よく今、町長の説明で理解した感じではあるんですが、私自身、この程度なのかなという、まあ、程度の問題なんですけどさ先ほど町長、妥当であるということだったんですが、ちょっと私は妥当には思えなかったということで、質問させていただきました。以上です。 他に質疑はありませんか。六番岡戸明夫君、はい、六番岡戸です。まあ今回町長副徴よ兆より給与の百分の十を減額するといううまあ議案が上定されています。で、私もまあ新聞に報道に公開されてから。 あの一般の町民の方からそれから中には会社の経営者の方から非常にたくさんの方からあのどうなってるんだっていう声を頂い,いてあのまあ説明もしがてらいろいろ意見交換をさせていただいてきました中には新聞の切り抜きを持ってきてえ本当に残念がある方もいらっしゃればでやはりいい 今平川議員がの話もあったように、えー、町長副町長のこの100分の10はこれはあのまあはっきり言えばこれでいいのという声が非常に多かったです。これはあの私の意見というよりはあのその私が、えー、実際にお話しした方からだと思います。でというのはやはやりその ま今回の事案の大きさ重要性をえそれとあとまあ実質それを担当した職員への処置それと比べた時の見方だろうと感じてます、えー、そういった時に今町民もまあそれは全ての町民に聞いたわけではないので分かりませんけれども あくまでも一部の町民やそういった会社の経営者の方からの声ですけれどもやはりそれはある程度まあ僕の中でも的を得ているのかなと感じております。で今町民が非常に関心を持って町がどういう、まあ、町長副町長がどういう、えー これからこの行政の運営をしていくのかとか、えー、まあ、責任の取り方をするのかっていうのが問われていると思います。で、それと同時に、まあ、職員の皆さんもおそらく今回の事案、えー、この庁舎の中で非常にやっぱりあの気にしているところだと思いますし。それに対してその。 トップで町長副町長がどういう形でまあその責任の取り方自分たちの気持ちを出されるのかをやはり注目をしていると思いますそれは事実だと思います。 でそうした時に、えー、やはり、まあ、先ほどそういったいろんな長次首の,地方自治法のに対しての説明もありましたけれども、えー、それはそれとしてやはり町長副町長としてそれを超えたところの自分たちの責任本当に申し訳なかった。本当に 管理していく中で、こういうところに。やはり、甘かったというのを再認識。していただく。必要があると思っています。で、百分の十っていうのは、その。まあ、一つの。結果、指標だと思っています。で。ですので、私が百分の十を。これぐらいにしろということはもちろん。できませんけれども。もう一度。そういった。 町民とかまあ議会の声もそうですけれどもそういったことを考えるもう一度私は機会が必要ではないかなと思っています。で今回はこの後もうすぐに採決までいくということですけれどもまあその。 審議の進め方は議案の方で決め,た決められたことなので、どうこうは言えないですけれども、私個人としては、もう一度、そういった町民の声、議員の声を聞いていただいて、もう一度、考える機会を持っていただきたいなと思っています。そそれれが一つそれと,あと今回やはり あの町長はもちろんですけれども、えー、副町長の責任も非常に大きいと僕は個人的に思っています。でまあ一般論ですけれども町長はというのはやはりあの非常に外に出られる機会が多いですしいろんな国や県へ行ったりいろんなところのまあこの役場を離れていろんな業務が多かろうと思いますで。そうした留守を預かるのがやはり 副町長の仕事であろうかと思っていますそういった意味で、えー、副町長としてまあ時に町長をサポートしてこういう施策はもっと進めた方がいいんじゃないかとかこれはちょっと控えた方がいいんじゃないかとかいろんなやはりそういう町長をサポートしてやくサポートしてや サポート役として副長長は非常に大きな責任と期待がかかっておられると思っています。そういった意味で今回その副長長としてのその実質この庁内の中のマネジメントを総合的にしているという。 ところでは副町長の責任も非常に重いと思っております。ですので、まあ。えー、副町長にももう一度。この百分の十っていうのが、まあ、先ほど町長は。妥当だから、ここに上程しているという、えー。言葉がありましたけれども、私は。今一度。まあ。これについては、そう。 急ぐ内容ではないと思ってますので今一度考えていただきたいなと思うんですけれども、えー、そこら辺、えー、町長副町長のお考えはいかがでしょうか、はい、議長町長太田康夫君、はいえー、岡戸議員からまあ、えー、ご意見また、えー、町民の皆さんの からいただいたご意見を代弁をしていただいたというように受け止めております、えー、質問としてはもう一度考えたらどうかということかと思いますが今回、えー、この議案を提案する提出するにあたりまして十分検討させていただいてこうしてすでに上程をされております ですので、この議案についてはご審議をいただきたいと思っております。また、その責任の取り方でございますけれども、こういった言及ということで今回提案をさせていただきましたが、これもまあ一つの責任の取り方ではありますが、さらにやるべきことは 同じような事案を発生させないこと、えー、再発防止に向けて事務処理の適正な執行及び管理並びに含,み含む規律の確保に一層取り組,んで、えー、取り組むことによって町民の皆さんあるいは内外の町内外の皆さんから森町に対する信頼を回復するという そのことに努めることが言及よりも大きな責任であると考えておりますので一つは信頼回復に努めるそのそれを確実に実施をしていく既に取り組みを始めておりますけれどもそれを継続しまたより確かなものにしていくこと そしてもう一つの責任の取り方として今回の条例を提案をさせていただいたところであります。副町長村松博志君。はい、えー、副町長です、えー。岡戸議員の方からあ副町長としての責任ということで、えー、まあ町長とのコミュニケーションという話がまず言ってあったと思いますが、これについてはですね、えー、常日頃から。 あー町長とは意見交換はあー行っております、えー、不足しているという認識は全くございませんそれから今回の事案についての私の責任でございますけれども、えー、私が副町長に就任するときそれからもっと言えば、えー、一般の行政の職員として仕事をしていたとき、えー、人から言われてですね、えー なるほどそうだなと思ったのが一点ありましてそれは何かと言いますと選挙で選ばれた人に頭を下げさせるような事務はやってはいけないとえー、それはもうずっと心がけていましたがあ今回ですね、まあ、このような事案が発生をしてしまったということで全く申し訳ないなという責任は感じておりますえ処、ー、分についての了見のところにつきましてはちょっとの,答,の答弁のとおりでございます以上です 私もこうして意見を述べているのは、単なる感情論で言っているわけではなくて、やはりこのお森町をおお扱っている、このお、まあ、森町役場、森町の行政がより強い、 本当に町民から、まあ、先ほど町長の言葉にもありましたように信頼と期待をに応えられるような行政組織になってほしいから申し上げているところでで、えー、まあ次の質問でと思っていたことを先ほど町長から今しがたお話しあったようにあの言及っていうのはあくまでもその責任の 取りり方ののつだというのは私も思っておりますで本当にやらなければいけないことは同じような事案を二度と起こさないそれ以外にはまた違ったケースのミス間違いも起こしてはならないそういったところを組織としてより強固にしていくことが一番のやっぱり 長々に果たたせられた責任かと思っておりますで、えー、まあ個人的には一つ残念だったのは確かあのコロナの時も私議会でも話したと思いますコロナの時も非常に非常事態でイレギュラーなことが次から次へと起こってまいりましたその時も、えー、特に、えーまあ、福祉当時の福祉課さん中心に非常に負荷が高かったかと思います。 まあそういった時にもあのその負荷がかからないようにっていう話を議会の中でさせてもらったことがありましたけれどもまあ今回の事案もそういったイレギュラーの中で発生してしまったこと結果的に誰も得をしてないというか誰にとっても不幸なことになってしまったということでそれをやはり 二度と起こしてもらいたくはないと思っている次第です。それは皆さんもあの皆同じだと思っています。同じで同じ考えだろうと思っています。で、先ほどまあ総務課長さんの方からあのまあ原因と対策についてありましたけれどもあの。 まあどういった組織でもこういうことがあるとそのまあ今口頭でお話をされましたけれどもこうきちっとした対策書まあ呼び方がいろいろあろうかと思うんですけれどもそういったものにま,あまとめてそれをまた第三者の人が評価してこれなら大丈夫だろうということで次に次のステップに進んでいくと思いますそういった対策書がおそらくできていると思うんですけれども それを、えーまあ、我々議会に提示していただけることは可能でしょうかまあ可能でしょうかというか我々としては提示していただきたいそれをもってして評価してあのここはまだちょっとこうした方がいいんじゃないかとかそういうアドバイスもできると思うので、えー、その辺についての、えー、まあその 対策書というか報告書についての開示についてはどのように考えているかお伺いしたいところです。 総務,課長総務課長です。す、えー。岡戸議員の再質問にお答えをさせていただきます、えー、先ほど、清水議員の質問についての答弁でも申し上げましたとおり、現在、もうすでに実施をしているものもありますし、検討をしているものもありますので、その結果としての,その対応書っていいますか、報告書っていうものがいつできるかっていうのは、まあ、 分からないですし、どういう形になるかっていうのもまだ分からないです。で、で見せれるかどうかという部分についても、えーまあ、個人情報があったり、いろんな情報がありますので、あの議員さんに見せれるかどうかも含めて、あの検討が必要だというふうに現在考えております。以上です6番岡田昭雄君はい あの余分な仕事もね我々もあのえ作らせるわけにはいかないのであの議会用に改めてなんかそういったあのものを作っていただくことはそれはしなくてもいいと思っています。要するに対策書っていうのは一つあればいいそれをそれがあればまあ国に対しても県に対しても議会に対してもえそれを 提示すればいい,っていうまあそれは僕の考えなので議会からこういうことがあったから議会用に改めてこう作ってね、えー、そういったことはしなくてもいいと思うんですけれどもできればそういったものがまあもちろん個人情報のところは防せてもらって構わないので最終的な保護書ができた段階では何らかの開示していただければいいかなとは思うのが私の 思うところです。それと、えーえーまあ、質問3つ目なので、えー、一応少し紹介させていただくと、あの私も今、森町の監査委員をやらさせ,てさせていただいております。で、せ、えー、だって、監査委員の研修会にも行ってまいりました。あのもう一つの代表監査委員の朝比奈さんとでそこの。そこで、あの 監査の講師の先生から、あのこういった本あるので、あのこれ読んどくといいよということでご紹介いただきました。たまたまその内容が、えーまあ、ここに新人公務員のリスク管理術ということでタイトルになってまして、通常業務で失敗しないための筆携書ということで書かれております。一応新人公務員とということが歌われれてますけれども 中身を読ませていただいたところ、まあ、新人それからベテランの皆さんもかかわらず非常にあのリスク管理術について、えー、分かりそんなに難しくなく基本的なことを書いた本を紹介していただいたので、まあ、もしよろしければあのこういった本もですね今一度原点に返っていただいて職員の皆さんで読み回していただいて。 あのどういうことがやって、えー、必要なのかなというのをあの参考にしていただければいいかなと思います。えー、私も苦言ばかり言うのもあの非常につらいので、本当はほ骨では言いたくないですけれども、まあ、こういった提案もさせていただきますので、えー、総務課長、一つ機会があれば、こういったこともあの進めていただきたいと思います。いかかがでしょうか 町長長太田康夫君、はい、岡戸議員からさまざまなご指摘とともにご提案をいただきましてありがとうございます、えー、職員の教育についてはさまざまな参考図書あるいは、えー、講座研修等を実施しているところでありますけれども、えー、せっかくご提案をいただいた書籍でございますので 職員に対し購読を進めてまいりたいと思っておりますまたその前のご質問の中で対策書をまとめて議会に対して提示をしてもらいたいというご意見がございましたこれまで全員協議会あるいは6月議会定例会そしてこの9月定例会さまざまな機会で 対策についてこの議場であるいは全協議会の場でお話をさせていただいております。それは会議録として文字に残っているものでありましてしかも内容は大変多岐にわたるものでございます。事事務務のの執行管理については事務の 役場の中における事務の執行体制をどうするかそれをどう確認するかというそれは既に文書としてシステムとして構築をしているものでありますが人的な配置についてもこれまでの災害対応についても実際土木 事務について精通している職員は少ないのでそういったところで建設課にいる土木専門職の支援をいつでも受けられるようにという体制は作っておりますまた災害時の対応につきましても防災課だけでは対応ができないということで全長を挙げて対応することも実施をしております さらにはご指摘のあった新型コロナウイルスへの対応についても当然専門的な知識を要し専門的な技術を要する部門についてそれを要していない職員がそれを代行することはできませんのでそうではない他の職員が応援できる 部分については全庁挙げて対応をしてきたところですそういうさまざまな対応をこれまでもしてきておりますしまたそういう体制も作りつつ作ったものもありさらに作りつつあるものもございますそういったものについてはこういう議会の場であったり全協議会の場でも申し上げてきているところです それで、議員の皆様方からも、さらにいろいろなご指摘をいただきながら、その点も踏まえて、今後の対策を構築しているところでございますので、これを一つの対策書として、まあ、国、県に対して提示できるのではないかというご意見もございましたけれども、ケースによって違いますので、 それをすべての対策を網羅したものを一つにまとめるということはそれは一つの事務作業になりますのでそれをお望みであるならばそのようにも対応を考えていきますけれどもこれまで対応対策についてお答えをしてきたということもご理解をいただきたいと思います。 ただそういった支援をいつでも支援をしますよという体制を作っても当該職員がそこに助けを求めなければそれも機能しないということも今回聞き取り調査を行っていく中で分かってきたところでございますのでそういったところにどう手を差し伸べていくのかこれは 非常に難しいことでありますけれども一つ一つの日々の業務を通してあるいは業務外の職員の健康管理まあ心身ともの健康管理についても手を尽くしてまいりたいと考えているところでありますまた岡戸議員には監査員になっていただいてますのでその監査の場でもご指摘があれば ご指摘をいただくということも、業務改善、事務の改善につながってまいりと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います他に質疑はありませんか8番中根一郎君、はいえー、先ほどのですね、えー、総務課長の説明の中でですね、 不適切な支払いがあったということで、まあ、会計課の、えー、処分、まあ、それとです、ねえー、通常とは違う、まあ、口座なのか、まあ、通帳ということなのか、まあ、そういうものが存在したというようなことのご説明があったかと思いますが、まあ、この不適切な支払いについてと、 まあその通常とは違うという部分ですね、そこについて、えー、お伺いをいたします。条例案の,その、まあ、この。う 懲罰の対象、原因の究明としては関係があると思いますがあの答えられる範囲で答えていただく方が良いと思います。 補足をしますけれども、これを、この中根議員の質問は、町長、副町長のね、減給条例のものの関連するかどうかというところは微妙なところがあります。会計監査と通帳、会計監査の原対象はなっていますがあくまでもこの 条例は町長副町長の研究処分というような条例でありますので、えー、その辺は微妙であるかなと思いますが答えられるようであれば当局に答えていただきたいと思います。 総総務務課課長、総務課長です。す。中根一郎議員の質問にお答えをさせていただきます不適切な支払いに関しましては、契約をしていない委託料について、請求書を業者から頂い,いていないにもかかわらず、業者の口座に支払ったということが、不適切な支払いが発生したものでございます。 でえー、業者から返金をいただく、まあ、払った金額と同額を返金していただいているわけですけれども、えー、返金をいただく際に、適切に一般会計の口座に返金をいただかなくて、他の通帳を経由して返金をいただいたということでございます以上です。 八番、中根信一郎君。はい。わかりました、えー。もう一点、あの。まあ、副町長の、ええー、まあ、百分の。十ということで、町長と、えー、副町長、同じということですが。あの。まあ、職員関係の、えー、一番の、やはり、あの、管理を。 なさっているのが副町長なのかなというふうに、まあ、私個人は認識をしているんですが、まあ、その辺で、まあ、町長が100分の10であればです、ね、副町長は100分の20なり30なりというような、まあ、そういう感覚をちょっと持つわけですが、まあ、その辺いかがでしょうか。 副町長村松博君はい、えー、中根伸一郎議員のご質問にお答えをします、えー、私の法律上の立場は、えー、町長を補佐するということでございますのでえー まあ町長の処分以上でも以下でもないというふうな判断はしております。えー、それから、えー、直接の管理監督に足、えー、さわるものの減給が、えー、まあ十分の1、えー、2ヶ月、えー、ないし1ヶ月ということでございましたので、えー、私は町長と同等の十分の1、1ヶ月ということで判断をさせていただいております。以上です。 に質疑ははありませんか5番川川岸子君、はい、川岸和君いです根本的な質問では本当に申し訳ないんですけれども今回森町長等の給料の特例に関する条例ということで町長が100分の10副町長も100分の10というその100分の10というものを決められたその 客観的根拠というかこうおそらくあの委員会とかあの第三者機関とかがあったんじゃないかなと思うんですけれどもそそこで、えー、と説明できるようなことがあればお願いします町長長太田康夫君会議室議員のご質問にお答えいたします長、えー、長及び副町長長 特別職常勤の特別職の給与の減額について委員会あるいは第三者委員会等の審議を経たかというご質問かと思いますけれどもえ町長のあるいはえ町長もそうですし議員の皆さんもそうですけれども特別職の 職員で常勤のものの給料等に関して金額を変更する場合には審議会に諮問をして答申をいただきその結果を反映させるという手続きがありますけれども今回の場合はこの森町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例に 関わらないところでございますので個別の森町長等の給料の特例に関する条例についてということで提案をさせていただいているところですですので職員の懲戒処分については委員会を開催しその処分の内容について答申を町長に対し答申を提出しているものでありますが 町長、副町長の言及については、特にそういった期間はありませんので、今回、条例案として提案をさせていただき、議会での審議をいただいているところであります。5番川西若子君はい分かりまました、えっと、今まであの まあ今回この森町にとって非常に町長副町長が言及するという大き,大きな事案だと思うんですけれどもこれまでの歴史でその森町にとってこのように町長等の給料の特例に関する条例が出されたということが過去にあるかどうか伺います。 副長長村松博史君副庁、はい、長,長です、えー、ただいまの川岸議員のご質問にお答えをします、えー、過去に、えー、職員の不適正な事務処理によって庁、えー、長が言及した事例があるかということでございますけれども、えー、昭和54年にです庁、ねえー、長の給料10分の1 3ヶ月減額 それから昭和55年に町長助役収入薬の給料を10分の112か月減給ということであります。これにつきましてはそれこそ私が役場に就職したばかりの頃で細かいことまでは覚えていませんが大きな金額の横領使い込みがあったということでだったと記憶しております以上です。 5番川西若子君はい、えー、過去に横領等で減額、えー、があったということがあよくわかりました、まあ、今回の事案は本当に、えー、災害が重なっている中でのさまざまな要因があ重なってのおことだと思いますが、えー、と私は、えー、新聞で、えー、その職員の方への処分っていうのを拝見したんですけれどもえっ、ー、と まあ職員の方が非常に、えー、結構重い処分だなって感じたのは素直なところですが、えーまあえー、その、うんとまあ、今判断する基準ということでこのような質問をさ,させていただいているんですが、えー、特に横領とかそういう気持ちでやったものではなくいろいろな原因が重なって発生したことだと思っておりますので、えーまあ、そこの職員との処分との また私は町長副町長が給料を減額するということはすごく重いことだと思っていますのでそれについてはそんなに異論はないんですけれどもその職員の方への先ほどの審議会を経て ということなんですがそこのところの何か理由とかもし聞かせていただけることがあったらお願いしたいなと思いますがいかがでしょう町長太田康夫君審議会については、えー、非公開で行っておりますので、えー、その内容について、えー、説明 ご説明することはできませんけれども議員の皆様にも提供させていただいた、えー、森町職員の懲戒処分についてという文書の中で、えー、法令等違反不適正な事務処理公文書偽造ということが、えー、調査をする中で、えー、判明をいたしましたので、えー、そういった事案を町で設けております 懲戒処分の手引きに照らし合わせるとこの停職6ヶ月という処分料亭になるということで審査委員会からの答申を受けて私といたしましても心情としては非常に重い処分であるという思いではありましたけれども この懲戒処分の手引きに沿って、執行するということも必要なことですので、この,この処分について、事例を発令したところであります副町長、村松宏君、はい。職員の処分に関係でございますけれども。 えー、町にはですね、えー、職員の懲戒処分の関係の、えー、条例と規則がございますがあそれ以外にですね、えー、懲戒処分に関する指針というものが定められております、えー、個々の具体的な中身について申し上げることはできませんけれども、えー、その中にですね、えー、一般の服務の関係とかあ公金・鉱物の取り扱いの関係とか 収賄とか公務外の飛行とか管理監督の責任とかそういったものが細かかく分かれております先ほど町長が話したとおりですね協議の報告とかですね法令等違反不適正な事務処理それから公文書の偽造同行使それから公金公物の処理の不適,不適正というところが該当してまいりました。 えー、そこのところについては各項目にですね言及または外国の処分にするべきだというところとかですね免職または停職だというところがあったりですね、えー、します、えーまあ、そういったところを、えーまあ、私を筆頭に、まあ、教育長と、えー、その他、えー、利害に関係のない課長を数名選任しましてですね、えー、協議をさせていただいております、えー、その都度 えーまあ、あんまりあってはいけませんが発生すればメンバーを変えて、えー、審議をするということになっております。で中身としましては、えー、全国の事例と、えー、同じような事例があるのか、えー、これよりも軽い事例なのか重い事例なのか、えー、その時に処分がどうされているのかというようなこともですね算着させていただきながら、えー、処分を決定してきたということでございます以上です。 他に質疑はありませんか11番、西田明君まああのここに今、町長はじめ、副町長、また課長の皆さんもおられます。で、その職員の皆さんが本当にその何でも言える、何でもあの相談できる、そういった雰囲気になっているのかどうか。 それをちょっと確認をしたいと思います町長太田康夫君、はい、西田議員からの職員が何でも言える雰囲気か、まあ、これは職場の雰囲気のことだと思いますけれども、そうなっているかというご質問でございますけれども、 執行部としましては当然何でも言える職場風通しのいい職場ということでそういう体制を構築する努力はしております。ただし何でも言えるという何でもがどこまでの範囲なのかそれはその当然職務に関することあるいは、えー 個人的な内容も相談できるということもあろうかと思いますけれども何でも言えるということの意味合いも非常に捉え方が難しいかと思いますけれども何でも言えるというよりも風通しのいい職場特に私が職員に指導指示をしていることはほうれん報告連絡相談ということをしっかりしなさいと。 ということを申し上げてますそれは最終的にはそれが自分の身を守ることにつながると今回の事案についてももっと早く相談をし正しい報告をしまた助けを求めていれば避けられた事案だと思いますけれどもそういったことも踏まえまして報告連絡相談法連相 よく言われることでありますが、それを徹底するようにということは、指示をさせていただいております。また、今年度から、新規採用職員の、震災、メンター制度、今年度からメンター制度というものも設けておりますので、その点については総務課長から答弁をさせます。 メンター制度につきましては、新人職員、若手職員の育成、えー、それからまああの本当のことを発言できるようにというようなことも考えて、えー、森町で今年度から導入をしているものでございます。<laughs> 新規採用職員と社会人経験があるけどもメンターをつけてもらいたい職員についてメンターということで30歳前後の先輩職員をメンターとして違う職場の30歳前後の若手職員をつけております月1回は必ず面談をし困りごとがあると相談するようにと。 いうことで実施をしてございます。まあこの制度につきましては年内までメンター制度を継続して実施をしていきます。まあ一対一で四月あまあ五月から始まりますけれども、五月にこの A さんにはこの B さんということで特定の人をメンターということでしていろいろな先輩職員があ。 若手新人職員が発言しやすいような環境の中でまあ困りごとであったりというものを出せるような仕組みを導入をしてございます以上です他に質疑はありませんかよろしいですか質疑なしと認めます これから討論を行います。討論はありませんか討論なしと認めます。これから議案第64号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。 したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。日程第9、議案第65号、森町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。<上>議会事務局長。 朗読します。議案第65号森町国民健康保険条例の一部を改正する条例について森町国民健康保険条例昭和34年森町条例第7号括弧とじる）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいから地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。 令和六年九月三日提出森町長小谷康夫。以上です。本案について提案理由の説明をまとめます。町長小谷康夫君。ただいま上程されました議案第六十五号森町国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。本案は。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律。令和五年法律第四十八号が令和六年十二月二日に施行され、現行の非保険者証の発行が廃止となります。これに伴い、国民健康保険法第百二十七条第一項の非保険者証の。 返還に応じないものに対する十万円以下の過量の規定が削除されることから、条例の一部を改正するものであります。なお、この改正に伴う経過措置として、現在交付されている。非保険者証を保持している間は、改正前の罰則が適用される旨を不足で設けております。施行期日につきましては、令和六年十二月二日とするものであります。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。日程第10、議案第66号、令和6年度森町一般会計補正予算、括弧第7号を議題とします。職員に議案を朗読させます。<上>議会事務局長。朗読します。議案第66号。 令和6年度森町一般会計補正予算括弧第7号括弧閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき令和6年度森町一般会計補正予算括弧第7号括弧閉じるを別紙のとおり提出し同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。 令和六年九月三日提出、森町長大田康夫、以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。町長、大田康夫君。ただいま上程されました、議案第六十六号。令和六年度、森町一般会計補正予算。第七号について。提案理由の説明を申し上げます。本補正予算は。 補正前の歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ三億三千六百二十六万二千円を追加し、補正後の歳入・歳出予算の総額を歳入・歳出それぞれ百飛び八億四千三百、飛び四万八千円とするものであります。また、八ページ第二表、地方債補正でございますが。 公共土木施設災害復旧事業につきましては昨年6月の豪雨により被災した梶島橋の復旧事業の財源としてまた緊急自然災害防止対策事業につきましては超単独河川改修事業として実施する巡洋河川伊豆橋沢川改修事業の財源としてそれぞれ限度額を増額変更するものでございます。 それでは以下、事項別明細集により、主な補正の概要を採出から申し上げます。9、10ページ。2巻1項5目、財産管理費100万円につきましては、民生費寄付金を子ども応援基金に積み立てるものでございます。2項4目、移住促進費17万円につきましては、本部が都内にある大学の 東京県にあるキャンパスに4年以上在学する卒業年度の学部生が就職に際し森町へ移住し静岡県内の企業に就職することを条件として6月1日以降の先行面接に要した交通費の一部を補助する地方就職支援事業費補助金でございます四巻一項五目 診療所費1億円につきましては、本年度途中の資金状況を勘案し、森町病院の経営基盤強化のため繰り出しを行うものでございます。11、12ページ、七巻一行六目、森町体験の里振興費、1100万円につきましては、最低賃金引上げによる人件費の増加、原油価格や物価高騰の影響等により、 大変厳しい経営状況を強いられている中で、安定した運営を継続し、アクティ森の目的である地域振興や地域活性化を図るため、指定管理料の追加をお願いするものでございます。発刊二項二目、道路維持費1430万円につきましては、緊急性を要する道路の維持管理及び舗装、補修等に対応するため、 追加をお願いいすするものでございま三目道路新設改良費550万円のうち説明欄0003交通安全対策事業森雨沼地区につきましては用地,用地交渉中の案件について移転先が決まらず今年度中の執行が確実と見込めない保証費の一部3000万円を 工事請負費へ組み替え事業の進捗を図るものでございます。0007スマートインターチェンジ関連道路改良事業550万円につきましては物流2024年問題や企業誘致対策スマートインターチェンジのさらなる利用増進のため遠州森町スマートインターチェンジの車両制限の解除に向け失礼しました。 社長制限の解除に向け、その必要性の検討や調査、課題整理を行う業務委託料を計上するものでございます。13、14ページ、参考2目、河川維持回収費、6120万円のうち、説明欄、0001、河川維持管理費、120万円につきましては、 洪水などに伴う堆積土砂による河川の通水能力低下を解消するため、排水路等の浚渫作業等手数料の追加をお願いするものであります。0002超単独河川改修事業6000万円につきましては、園田地区草ヶ谷地内の巡洋河川、伊豆橋沢川改修にかかる経費で、 本年6月の補正予算第4号でお認めいただいた用地測量業務委託に基づき、早期に改修に着手するため、関係経費を計上するものでございます。5項一目、住宅管理費1785万3千円につきましては、我が家の専門家診断事業、木造住宅耐震改修事業及び 住宅屋根、台風診断、台風改修事業について、問い合わせが多く、今後予測される申請に対応するため、耐震診断業務委託料、及び建築物等耐震化促進事業費補助金の追加をお願いするものでございます。休館一行五目、災害対策費455万5 0円につきましては、県が作成・公表した 小規模河川の浸水データ等を反映させたハザードマップ作成のための委託料を計上するものでございます。1516ページ「十巻六甲三目文化振興費47万3千円につきましては本年11月から来年5月まで台湾東合博物館において開催予定の 鈴木東三郎特別展にかかる経費でございます。7項1目保険体育総務費14万円につきましては、全国大会等参加補助金が、これまでの申請実績等から不足が見込まれるため、今後の補助申請に備えて追加をお願いするものでございます。11項1項1目農業用施設災害復旧費 1> 1, 万円につきましては、6月28日から29日の豪雨による災害対応等により、予算残がわずかとなったため、今後の災害対応のため追加するものと、旧専用中グランドの残土処分にかかる報道除去等作業手数料でございます。17、18ページ、2項1目、公共土木施設災害復旧費。 1>, 1億とび500万円につきましては6月28日から29日の豪雨による災害対応等により今後の執行見込み額に対し予算残額が不足する見込みであるため追加計上する放土除去等作業手数料3000万円とちょうど鹿島・大久保線の鹿島橋・株舞工事にかかる公共土木施設災害復旧工事 7, 万円でございます続きまして歳入についてご説明申し上げます。5・6ページ15巻2項4目土木費国庫補助金672万6000円につきましては木造住宅耐震改修事業等に対する国の補助金でございます16巻2項1目総務費県補助金4万3000円につきましては 地方就職支援事業費補補助助金金に対すする県補助金でございます6目、土木費、県補助金、510万とび7000につきましては、木造住宅、耐震改修事業等に対する県補助金でございます。7目、消防費、県補助金15、151万8000につきましては、ハザードマップ策定業務委託料に対する県補助金でございます。 18巻1項4目、民生費寄付金100万円につきましては、浜松市の特殊,家特殊者から子供の貧困対策への活用目的でいただいた寄付金で、低所得世帯等児童の給食費等助成金の財源として、子供応援基金へ積み立て活用させていただきます。19巻2項1目、 財政調整基金繰入れ金4500万円につきましては災害復旧費の財源として計上するものでございます5目スポーツ振興基金繰入れ金14万円につきましては全国大会等参加補助金の財源として計上するものでございます7目ふるさと応援基金繰入れ金1650万円につきましては 森町体験の里指定管理料とスマートインターチェンジ関連道路改良事業の財源として計上するものでございます。20巻1項1目、繰越金1億,億2174万8000円につきましては財源調整としての計上であります。7、8ページ、21巻3項3目、雑入、 348万円につきましては、令和5年度の静岡県後期高齢者医療広域連合の事務費負担金生産に伴う返還金でございます。22巻一行五目土木債6000万円につきましては、超単独河川改修事業として実施する巡洋河川伊豆橋沢川改修事業に対する 緊急自然災害防止対策事業債でございます。8目災害復旧債7500万円につきましては、ちょうど鹿島・大久保線の鹿島橋・株舞工事に対する公共土木施設災害復旧事業債でございます。以上が令和6年度森町一般会計補正予算第7号の概要でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 日程第11位議案第67号令和6年度森町国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号を議題とします職員に議案を朗読させます<上>議会事務局長朗読します議案第67号令和6年度森町国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号 閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき令和6年度森町国民健康保険特別会計補正予算第2号閉じる）を別紙のとおり提出し同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める令和6年9月3日提出森町長大田康夫以上です。 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、太田康生君。ただいま、上程されました、議案第六十七号。令和六年度、森町国民健康保険特別会計補正予算。第二号について、提案理由の説明を申し上げます。本補正予算は、補正前の歳入歳出予算の総額に。歳入歳出、それぞれ、百六十三万円を追加し。 補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億飛び9千飛び85万3千円とするものであります。以下、受講別明細書により補正の概要を歳出から申し上げます。7・8ページ7巻1項2目、償還金162万1千円につきましては、令和5年度の実績に基づき、 第三者行為等に係る生産により保険給付費等交付金を県に返還するものでございます次に歳入について申し上げます5・6ページ7巻1項1目前年度繰越し金162万1千円につきましては財源調整としての計上でございます 以上が令和6年度森町国民健康保険特別会計補正予算第2号の内容でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。日程第12、議案第68号、令和6年度森町病院事業会計補正予算、括弧第1号を議題とします。職員に議案を朗読させます。<上>議会事務局長。 朗読します。議案第68号令和6年度森町病院事業会計補正予算括弧第1号を閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき令和6年度森町病院事業会計補正予算括弧第1号括弧閉じるを別紙のとおり提出し 同法第96条第1項第2項の規定により議会の議決を求める令和6年9月3日提出森町長大田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます、はい、町長太田康夫君ただいま上呈されました議案第68号 令和6年度森町病院事業会計補正予算第1号について提案理由の説明を申し上げます。本補正予算の第2条につきましては予算第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額の収入について第1項病院事業収益第2項異業外収益1億7,121万7,000円に1億円を追加し 2億7,121万7千円とし、病院事業収益の予定額を29億4,221万7千円とするものであります。この医業外収益1億円の増額につきましては、9月に企業債元利償還金の支払いが予定されており、それに伴う運営資金として一般会計からの高い形負担金として計上するものであります。 第3条につきましては予算第6条で定めた一時借入金の限度額を1億円減額し7億円とするものであります。第4条につきましては予算第9条で定めた高い家からの出資金及び負担金の額を1億円増額し4億5千万円とするものであります。 以上が令和6年度森町病院事業会計補正予算第1号の内容でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。日程第13、議案第69号、静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。<上>議会事務局長 朗読します議案第69号静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について地方自治法昭和22年法律第67号括閉じる第291条の3第1項の規定により静岡県後期高齢者医療広域連合規約 平成19年静岡県公費高齢者医療広域連合告示第1号を別紙のとおり変更することについて、同法第291条の11の規定により議会の議決を求める令和6年9月3日提出、森町長大田康夫以上です本案について、提案理由の説明を求めます。 長太田康夫君ただいま上呈されました議案第69号静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について提案理由の説明を申し上げます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律令和5年法律第48号が 令和6年12月2日に施行されることにより、現行の非保険者証が発行されなくなることに伴い、規約中の非保険者証及び資格証明書の文言を改める必要が生じたため変更するものであります。変更の内容につきましては、別表第一の規定中、非保険者証及び資格証明書を資格確認書等 に改めるものであります。以上提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願いいたします。日程第十四、議案第七十号建設工事請負契約の締結についてを議題とします。職員に議案を朗読朗読させます。<上>議会事務局長朗読します。議案第七十号 建設工事請負契約の締結について議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき期限付き一般競争入札に付した建設工事について別紙のとおり請負契約を締結するため 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。令和6年9月3日提出。森町長、太田康夫。以上です。本案について提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま上提されました議案第70号、建設工事・請負契約の締結について、 提案理由の説明を申し上げます。本案は、令和6年度超単独事業、長道宮城東大東院線、宮代橋歩道橋下部工工事の建設工事に係る請負契約の締結でございます。工事の概要につきましては、歩道橋の橋台及び基礎杭等の設置工事でありまして、歩道橋は福音3メートル、 橋メーートトルのコンクリート橋であります。去る8月29日に制限付き一般競争入札を行いました結果森町森1458番地の位置を事務所所在地とする成功建設株式会社代表取締役山本義弘が落札いたしましたので同社と建設工事請負契約を 契約金、契約金額7535万円で締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決をお願いするものであります。なお、公示期間といたしましては、令和6年9月5日から令和7年3月21日までを予定しております。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。五番、川岸和子君。はい、川岸です。えー、今回のちょうど宮城東大東院選の宮城郷、 補導協ということなんですけれども、今回株高ということで、えー、まあ成功建設さんが落札されているんですが、その後の工事については、えっ、ー、とまああといくらぐらいかかるのか、またその分も、えー、こういう入札という形を取るのかを伺います。建設課長、えー、建設課長です、えー。ただいまの川岸議員のご質問にお答えいたします。 今回、株高工ということでございまして、提案理由の説明でもありましたが、兄弟と基礎食い、および仮設の耕焼いた等々の工事でございます。それから上部工につきましては、来年度、7年度に、コンクリート製の桁をかける計画でおります。でそちらにつきましては、また来年度、入札になりますが、 入札の規定がです、ね、予定価格5000万円以上の場合は、この一般競争入札ですが、来年予定しております金額につきましては、4000万前後ということでございますので、通常の指名競争入札で入札を行いたいというふうに考えておるところでございます。以上です他に質疑はありませんか 次なしと認めます。これから討論,を行います討論はありませんか討論なしと認めます。これから議案第70号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。起立全員です。したがって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 日程第十五、議案第七十一号。建設工事請負契約の締結についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。議会事務局長。朗読します。議案第七十一号。建設工事請負契約の締結について。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または。 処分に関する条例第2条の規定に基づき制限付き一般競争入札に付した建設工事について別紙のとおり請負契約を締結するため地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める令和6年9月3日提出森町長太田康夫以上です。 本案について提案理由の説明を求めます町長長太田康夫君ただいま上程されました議案第71号建設工事請負契約の締結について提案理由の説明を申し上げます本案は令和6年度社会資本整備総合交付金事業長度太田川補助南4号線築造工事の建設工事に係る 請負い契約の締結でございます工事の概要につきましてはプレキャストボックスカルバート設置工であり延長84メートルを整備し工業専用地域内へ工業専用地域内への道路を築造するものでございます去る8月29日に制限付き一般競争入札を行いました結果袋井市久能 1295番地の位置を事務所所在地とする株式会社鷲山土建代表取締役鷲山義行が落札いたしましたので同社と建設工事請負契約を契約金額5700とび9万円で締結いたしたく議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例 第二条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。なお、工事期間としましては、令和六年九月五日から。令和七年三月十四日までを予定しております。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 10番番中中根夫君10番中根幸君でございます、えーまあ、この請負い業者の関係ですけれども、えー、株式会社、鷲山土建、あのー、あまりこう聞き慣れない業者だなと思ったんですけれども、えー、森町での公共事業の実績、あるいは袋井市内での実績等は、えー、十分おありにあるのか。 そしてまた信頼できる業者なのかどうか、まあその点を伺います。建設課長。はい、建設課長です。ただいまの長根議員のご質問にお答えいたします。町森町が発注した工事につきましては、わし山都県さんの受注というのはございませんが、県土木発注の工事につきましては。 えー、護岸工事でありましたり、舗、え、装、ー、工事、それからあの災害復旧の工事の方も請、えー、け負っておられまして、えー、相当数の実績が、えー、森町内であるということでございまして、えー、今回の一般競争入札の、えー、工事実績の、えー、を見ましても、えー かなりの件数が町内で受注して工事の方を行ってくれているということは確認済みでございます。以上です。今の質問の中のあの業者への信頼度、この辺は課長としてどのように思っているかどうか。建設課長。はい建設課長です、えー。それからですねあの技術者の数。 ともですねあの確認しておりまして土木施工管理技士の資格であったりですね管理技術,者技術者証を持つ方の人数につきましても相当数おられましてそれから昨日ですけれども、まあ、営業の方とですね、まあ、お話しする機会があったものですから、まあ、その中でも非常にあの 誠実なあの一柄といいますかを感じたところでありまして、えー、まあその会社として、えー、当然あの信頼できるのかなというところは、えー、感じたところでございます。以上です。他に質疑はありませんか。四番平川伊君。はい。あの一般競争入札だもんですから。 あのまあ、あの会社等はのその言えないかもしれませんが、森町の業者が何社、っ、え、ぱ、ーえー、近隣市町の業者が何社、このぐらいは教えていただけますか。建設課長。制限付きということでございまして、えー、まずその、なぜ制限付きかということでございますけれども。 えーまあ、一番の目的としまして、えー、不良不適格業者の排除、えー、それから工事の品質確保の観点ということがございまして、えー、入札参加資格に一定の要件、まあ、これはその地域要件あの例えば静岡県の西部であるとか袋井土木事務所管内とか、えー、それから先ほど申しました、えー、受注実績等を付した上で、まあ、その条件を満たす すべての入札参加希望者に競争させることによって落札者を決定するという方法でございます。で今回ですね、えー、もう募集をかけたわけでございますけれども今落札しましたこの袋井市の鷲山都圏さん以外は町内業者さんが4社ですので合計5社の競争の中で鷲山都圏さんが落札したと。 いう形になってございます以上です他に質疑はありませんか質疑なしと認めますこれから討論を行います討論はありませんか討論なしと認めますこれから議案第71号を採決します 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は既立願います。既立全員です。従って議案第71号は原案のとおり可決されました。